それではやっていきましょう。7月の22日、明日は誕生日だ。誕生日の前ってなんかワクワクするよね。なんか欲しい。あ、またフオンっていうの忘れてた。フオーン。あ、やっぱり伸びをすると元気になりますね。さあ、とっても暑いです日本列島。皆さん熱中症には注意してください。頑張ろう、いろいろと頑張っていこう。じゃあいただきます。いただきます。うわ、手前にあるあのトーストの機械、あんなので食べたことない。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日は洞窟探検。あとチョコカコ姉妹の宿題。おっと、水着のガールがドアップ。あれ、お姉ちゃんなんでここにいるの？え、いや、ここにいたら港の中を全部見張れるから好都合なんだ。なんでわざわざビキニなんだ。そろそろ出てきてるかな。さあ、よしかお姉さんが怪しい。わざわざビキニになる理由もないと思うが、あ、ここの方は見たっけ。ヒントが欲しいね。ヒントヒントヒントが欲しいね。さてさてさて、ありましたありました、ヒントくださいな。とヒントが欲しいのかな。おっと、はいはい。多分アカネハウスか、ひかりちゃんの家か、もしくは診療所にあるんじゃないかな。そうだよね、そんなこと絶対にないよ。え、なんで？女の勘よ。は？ヒントがヒントらしくないヒント来たぞ。これちょっと難しいかもしれないけど頑張ってね。うわ、マジか。私が頼んだのはブクブク泡が出てくる水色のもの。頑張ってね。過去のは狼に人が食べられちゃう本だよ。あれ、マジ本、診療所は調べてないかな。診療所の方行くか。水色のブクブクがわからん。なんだろうな、とりあえず診療所行ってみるか。でもひかりちゃんの部屋って言ったよね。ひかりちゃんの部屋？とりあえずひかりちゃんの占いを聞くか。でもひかりちゃんの占いには、なんだろう、それは出ないもんな。あー、全部枯れちゃったー。終わりか。あー、なんかしょんぼりだね。ついに朝顔終わりか。誰にも触れられなかった。やれって言われたからやったのに、誰も成果を認めてくれないっていうのは、僕くん働きがいがないね。あれ、またおばちゃんがいる。あ、おばちゃん洋服違うな、昨日と。今日はバッチリとおばちゃんの場所つかめてますんでね。で、これでタイヤの方に行けば一発でおばちゃんと。オッケー。またクラゲの話かな。そういえばおばちゃん、僕ここの防波堤の外で絨毯みたいに大きくて平べったい魚に会ったよ。え？なんだろう。そんなのここの海にいたっけな。すっごくでっかいんだ。ここの家くらいあったよ。っていうか、人食べられちゃう。僕くん、海の中でカレイかヒラメでも見てびっくりしちゃったのかな。あれはマンタって言ってたよね。さてと、ひかりちゃんのお話を聞かねばなりませんな。そうだ、コメントで消化を、なんだっけ、しないでおきましょうかみたいな、消化と消化がダジャレになってたらしいですね。前回コメントでいっぱい書かれてた。全然気づかなかった。なんだか嫌な予感がするのよね。何？胸が不安でドキドキするの。嫌な予感？うん、今朝のご飯食べ過ぎちゃったのかな。それだね。それ胸焼けって言うんだよ。いや、でも今日は山の洞窟イベントだから、そういうことかな。ね、今日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。そうだ、洞窟行くんだ。はいはいはい。で、赤丸はきっと、今日は6ね、裏山のホラー穴でしょうね、はい、やっぱり2つある。どっちか裏山だ。うん、やっぱそうでしょうね、裏山のホラー穴と。はいはいはい。そして、もう一個赤丸があるのは、よう兄ちゃんの家と。あー、行ってる時間あるかな。
あ、うちの姉ちゃんがそっか通ってるんだよね。通ってるっていうのもよくないけど、あの家庭教をねしてるらしいですけども。民宿2階の3号室来た。谷口さんの部屋だ。はいはいはい。そして最後の5番は何かなと。夜の公園。夜の公園ってなんだろう。お姉ちゃんが夜の公園にいると。はいはいはい、よし。じゃあ、はい、ありがとう。さて行くか。まずはひかりちゃんの部屋。ひかりちゃんの、あれ、昨日見たよな、ひかりちゃんの部屋は。診療所かひかりちゃんの部屋かって言ってたでしょ。あれ見たよな。ん、ここら辺の電話も昨日チェックしようとしたもんな。ひかりちゃんの部屋はこっちだよね。あー、こ、ん、こっち見た、これ。あー、並んでるだけか。こっちの本は、絵本がずらりと並んだ本棚がある。赤ずきんの絵本は、オオカミが人を食べる。赤ずきんの本か。見つけた見つけた、ここだったか。あと診療所って言ってたっけ。水色のブクブク診療所にあるかな。赤ずきんちゃんね、狼が人に食べられ、人に、狼に人が食べられちゃう本。きっとこれで正解だよね。狼に人が食べられちゃうなら、狼は僕が食べちゃおう。狼に食べられちゃった人は助からないぞ、それなら僕くん。でも赤ずきんの元のお話って、狼が赤ずきんちゃんを食べておしまいっていう、人を信用しちゃいけないっていうことを言いたいお話らしいですね。日本でちょっと平和なお話に最後、なんだろう、ハッピーエンドにしたみたいだけど、元のお話は狼が赤ずきんちゃん食べちゃっておしまいっていう、ちょっとダークなエンド。診療、いや調べたよな、ここも。違う違う違う、狼が人に食べられちゃう本は見つけたんだよ。だから水色のブクブクだ。ここは何があるっけ。あ、トイレか。トイレはいらないね。フード。いや、意外にこん中にあったりするか。あ、水色のものあるよ。これでも時計だよな。引き出しの上に10時10分で針が止まった目覚まし時計がある。水色のブクブクって何。あの金魚の水槽の中に入ってるあれじゃないの。何なんだ。うわー、なんだろう。答え知ってる人はもどかしいだろうな。いや、わかんない。水色のブクブク、ここに来て急に冷たく、ノーヒント的な感じで投げ出されたもんな。どこなんだろうな。あの窓口にあるあのぬいぐるみみたいなピンク色のあれがどうしてもチョッパーに見える。こういう机とか何にもないか。こういう場所、お、たくさんの薬や包帯などが置かれている。水色のブクブクなんかありそうな気がするけど、ないか。これは違うか。水色のブク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 、いろんな色のボールペンが入ったペン立てがある。こっちはいけないもんね。なん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 、なんだって言うんだ。ここにはないか。あとは茜草かな、調べると言ったら。さて、よいしょ。裏山はこっちだね。戻った方が早かったかな、どっちなんだろう。ここで茜草を、いいか、こっちから行っちゃおう。よいしょよいしょよいしょ。それで、こっちか。はい、着いた。はい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 。あれ、どこか集合場所ってあったっけ。一人で行っちゃっていいんだっけ、これ。あ、いけたいけた。あ、いたいた、もう二人いるじゃん。絵日記。怖いね、この場所は。暗いね、すごい。洞窟に入ってみてよ。中は暗くてジメジメだ。暗い湿った洞窟の中、お化けがいるよ。絶対いるよ。やっぱ子供の頃だから、お化けはがっつり信じちゃうだろうな。はいよ、たけし、しげる。この穴結構深そうだな。怖いよ。でも男は度胸、やってやれないことはないぜ。そして男は度胸だぜ。お兄ちゃん、もう何回それ言ってんの。ポリポリポリ。で、僕くんは、縦穴がある、そこは暗くてよく見えない、だって。男は度胸だぜ。お兄ちゃん、
もう何回それ言ってんの何回それ言ってんの。ポリポリポリ。あれここのイベントこれで終わりだっけ。どっか行ける場所もないか。なんか足音が響くのが変な感じ。リアルだね。じゃあ行ってみるか。行ってみるか。何にもないか。なんもない。さてと、よいしょ。そしたら虫キングやっちゃうか、アカネソウ行くか。でもヨウ兄ちゃんの家行きたいからな。ヨウ兄ちゃんの家の方に行ってみるか。でこの虫キングをやっちゃいますかね。さて7月の22日いよいよ出してほしいけどな。こっちは準備万端だがどうなんだろう。出るかな。はいはいはい。ホラー穴まで聞こえたのかな。聞こ聞こって音が。あ、来た。僕ちゃんそろそろ俺様のボス中のボスが登場するぜ。お兄ちゃんあれを使うの。そういうこと。ついに来た、グレートオーキング。やってやるぜ。僕からだよ。もう弱いランクなんて目じゃないから。よいしょ、キングサイズ来た。グレートウォーキング出撃だぜ。80ミリ。でけえ、こいつを倒すんだ。そうすれば山への道が切り開かれる。ジャンボ横綱で行きますかね。あれ、ビッグサイズになってる。ジャンボ横綱ってキングサイズじゃなかったっけ。あれ、なんでビッグサイズになってんだ。あれ、キングサイズじゃなかったっけ元。頑張れ。よし、行け行け。力やや負け。兜でやや負けか。よし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 、いけるんじゃないか、ワンチャン。はい、すいません、ちょっとまた不具合トラブルが発生しちゃってもう一回つなぎ直しました。カブトムシはね、今負けてしまいました。やっぱ強いな。ぐいぐいと技を出されずにそのまま負けちゃった感じですね。そしたら対抗できるのは順番に強いやつを出していくか。ほどほどのエース苦戦。こいつ強そう。しかもこいつ100勝かよ、相手のグレートウォーキング。こっち50勝だけど。うわー、でも力すげえ負け。8センチってでかすぎだろ。よし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 、よし、ひっくり返した。あれ、え、ダメか。いや、いけいけいけ、うちゃりうちゃりうちゃり、よし、ひっくり返した。よいしょ、バシッと。あんまり減らない、あんまり減らないぞ。でも技当たってる、技当たってる。諦めなければ。よしよしよし、まだいける。よし、決まっない、決まらない。決まれ決まれ、うっちゃりうっちゃりしかない、うっちゃりしかない。あーどんな問題。ガブリよりか強えな、やっぱこいつ。出てきたら出てきたで強いぞ。どうしよう。海パン、久しぶりに海パン出すか。海パンって50勝いったんだっけ。いってるいってる。元祖スタミナお化け、頑張れ。よし、いけ。押されるね。技出していきたい。よし、ぶちかまし。オッケーオッケーオッケー。ぶちかまし。でも時間稼ぎくらいにしかならないんだよな。なんかよいしょ、当たってる当たってる。お、いけるよ、当たってる当たってる。海パン、頑張れ頑張れ頑張れ。いけ、もうぶちかまし。よしよしよし、もう一発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 。よっしゃー、よし、負けちゃったよ。よしよし、まさか。よし、グレートウォーキング、やってやったぞ。そろそろ秘密の秘密兵器を使うしか手がなさそうだぜ。来たか。僕ちゃん、恨まないでくれよな。俺は明日以降非常な戦いを仕掛けることになりそうだぜ。ついに来た、グレートウォーキング。1回ではないけども3匹目で倒しました。そして明日からは秘密の秘密兵器が出てきます。非常な戦いを望むところ。もうこっちはね、粒揃いだからね。まあ4年前の実況を見たことがある人ならもう何が出てくるか知ってるんだけど僕くんが本投げで、グレートウォーキングに勝ったんだ。次はたけしの秘密の秘密兵器だよ。たけしくん、非常な戦いをするらしい。一体どういう意味だっけ。非常、情け容赦ないってことだね。ついにグレートウォーキング出てきました。大桑のメスは女の子だからって甘く見ちゃいけないよ。結構痛い目に遭うんだから。なるほど。
秘密の秘密兵器、あ、出てきてないか、秘密の秘密兵器は。相撲で負けた虫は、それはもう知ってるよ。さすがにグレートオーキングはトレードには出さないよな。キングサイズはトレードには出されないもんな。一応ちょっと試しにチェックしてみようかな。ミヤマクワガタ、うん、そうだね、出てこないですね。よし、じゃあお疲れさん、今日の虫キングは早く終わった。じゃあ俺たちも元のところへ帰るぜ。いいよ。ボクくん、またね。またね。ああ、でも別に強いランク駆逐してもいい。でも今日は他にやることがいっぱいあるんで、ちょっと虫キングはグレートオーキングだけ倒して、次へ行きたいと思います。まずは、ヨウ兄ちゃんの家。あ、ヨウ兄ちゃんの家に水色のブクブクあったりするのかな。水色のブクブクか。どこにいるかな。あ、いた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 。家庭教師じゃないじゃん。勉強教えてもらってないじゃん。今日からお姉ちゃん、毎日ここに来ることになったんだ。え、それってどういうことなの。やすこちゃんの押しかけ家庭教師ってわけ。押しかけ女房。あら、その言い方、なんだか迷惑そうね。うん、だってさ。基礎学力に大きな偏りが見られる中3の男の子がいまして、それを見かねたこのお姉さんが広く浅く、いわゆる受験勉強を教えてあげようと思ってね。まあ、しょうがないか。ちょっとは感謝してよね。まあこれも夏休み、安子姉ちゃんこっちに帰ってきてる間だけだから、また夏休みが終わっちゃったら離れ離れになっちゃうんだろうけど。確かに僕、来年高校受験なんだけど、まだ何にも準備してないんだよね。っていうことなんだね。確かに、そういうことか。まあこれもひと夏の思い出になるのかな。また子供の頃毎日遊んでた安子姉ちゃんと陽兄ちゃんですけれども、また中1中3高1になった今、やっと仲直りをして、この1ヶ月っていうか、もう2週間、あと10日か、あと10日だけ毎日会うみたいな、それもまたいいのかもね。さて、水色のブクブク探そう。アカネソウだ。あ、おじちゃん、水色のブクブクは知らない？水色のブクブクって何？おじちゃんが大工さんをやってた時って何を作ってたの？あれ？何をって？これはもう昨日、一昨日、全部同じ会話だよ。水色のブクブク、なんだろう、もう、あー、水色ある、水色、誰のものだろう。可愛らしい靴、靴じゃないよ、僕くん。あ、なんかとにかく水色のものをチェックしまくるか。これこれこれ、それそれそれ、来た。あー、ジェットサイだ。今さらか。2個は分かったから、僕くん。可愛らしい靴なのはいいんだけど、なんだろうな、水色のブクブク。ここはすみれちゃんち。もうくまなく探すか。水色結構あるぞ。これか、水色、水色。お風呂やお洗濯の道具が置いてある。ここには水色のブク、あ、泡が出てくる。水色のも、あ、待って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 、なんかじゃあ近いところ探してるってこと。お風呂屋が置いてある。あ、待って、なんでなんで、2つ目が見たい。置いてある、チェック。よし、ここにはブクブク泡が出てくる水色の、ブクブク泡が出てくる水色のものはない。あ、やっぱりじゃあ茜荘の中のものを探ってればそのうち当たるってことか。旅行カバン、なんだかだらしない。ほ、ちょっと近いところ来てるのかな。去年のもの、ゴミ箱は、ゴミ箱、ゴミ箱の中に書き損じた原稿用紙、書きかけ、はい、新しいのになった。朝顔が枯れちゃったけど、あと洞窟のホラー穴系、あー、ないか新しいのは。あー、近いところ来てるぞ。これは忙しい時に限って消しゴムをカッターで削ってハンコ作っちゃうんだけど、あれって私だけかな。いや、
あるあるだよね。やらなきゃいけない時ほどなんかちょっとつい他のことに気を紛らしちゃう。現実逃避って言うんだ。なるほど、ぐさりと突き刺さるよそのセリフは。さて水色のものを探そう。来たか。荷物がごちゃごちゃと。でこれはお布団だよな。あんまり寝てない。やっぱクリエイターは大変だね。でもこの部屋にはなかったけど近いところは来てるみたい。なんかいっぱいありそうだけど、ここはあとこれかな。で、ほうじ茶のいい匂い。おにぎりでも食べるか、ぼっくん。切り替わって反対側か、こっち側。おばちゃんのおにぎりが1個あります。食べますか。はい、おばちゃんのおにぎりを食べた。ニコニコ、一番笑顔だなこの時。おばちゃんの料理がよっぽど美味しいんだな。赤いだるま、赤いだるま、ゴミ箱。子供たちの部屋か。なんかおもちゃだったりするのかな。水色、水色、ここら辺も水色。あれ、よいしょよいしょ。ピンク色の電話。でも調べたよな、ここら辺は一通り。ここら辺には狼のあれはなかったでしょう。でこっち行くとなんかあるかな。何にもチェックに当てはまらないみたいなんだよな。ないですね。ゴミ箱、ないな。2階行くか。むむむむむ。でもグレートウキング今日で倒せたのは大きかったな。海パンさすがって感じですね。あ、そうだ、3階じゃない、2階の3号室。谷口さん、あ、いない。谷口いないか。谷口が持ってきてるとか。そんなことないか。お酒にタバコに飲んでますね。結構のんべさんみたいだけど。ないか。水色のブクブクしたもの。あ、壺。あ、壺水に沈めればブクブク泡出るだろう。これか。埃がたくさん積もった水色の壺がある。違うか。うっそ、今結構来たと思ったんだけど。ブク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 ってなるのかなと思ったけど違うか。白くて大きくないピカピカのトランクと。吉川お姉さんタバコ吸うのちょっと意外な感じですね。金塊強奪事件、タバコ、山のような量のタバコ。ギターに、ない。さあ続きまして、サイモンの部屋。サイモンはいるのか。タバコの匂いがするかも。あ、サイモンもタバコ吸うのか。あ、いないし。カバンからちょっと汚いジーパンがはみ出る。ちょっと汚い、一言余計。灰色の箱が置いてある。とても重たそうだ。あー、でもなんか撮影機材とか入れてるのかな。綺麗な南の島の鳥の絵や夕日の写真が置いてある。サイモン夕日の写真撮るの好きだからね。お風呂の道具が置いてある。水色の石鹸をこっそり借りま、あ、水色の石鹸がブクブク泡出るってことか。あー、やっと解決した。あともう調べなくていいか。よしよしよし、これで合ってるよね。そういうことだよね。いや、今回のほぼノーヒントだよこれ。なになに、ブクブク泡が出てくる水色のものを見つけたよ。どう見ても石鹸だけど、ブク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 泡が出て地球を飲み込み大きくなって空へ飛んでいけるかな。なんてワンダフルな。しかしなんかみんなの私物、何色のどんな形なものとかがあるっていうのを把握してるあたり、ちょっと狂気的なものを感じますね。チョコカコ姉妹にはもう部屋に入って調べ尽くしてあるってことでしょうきっと。うわ、怖っ。怖いな本当に最近の子供は。反対側から出た方がいいか。夕方の公園にも行きたいんだけど。チョコカコ姉妹こっちからでもいいか。
あっち側からのが良かった気がするな。こう行って、で、チョコカゴ姉妹に話しかけに行ってみましょうかね。これで見つけたぞ。いるかな。いた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 。はい、ミッションコンプリート。あ、ブクブクと泡が出てくる水色のものを借りてきてくれたんだ。水色の石鹸。よし。これなら確かにたっぷり泡が出るよね。なんで知ってるんだろう。じゃあご褒美の宝物をあげるね。チョコからもらったビーズを手に入れた。よし、ビーズ7個、おはじき3個しか集まんなかった。あ、借りてきたものはちゃんとあったところに返してね。オッケー。あー、オオカミに人が食べられちゃう本だね。赤ずきんの絵本、よく思いついたもんだ。じゃあご褒美の宝物をあげちゃうよ。よし、これで4個目で終わり。でも借りてきたものはちゃんと返してきてね。はいよ。あなたが持ってきたんだから、ここはちっとも関係ないからね。持ってこさせたのに。というわけで最後の宿題ナンバー7終了だよ。やったー。長い勝負の結果は24日頃に判明するよ。そうなんだ。いつもの場所で待ってるよ。忘れずに来てね。いつもの場所デートすることになるだろうから。マジ？足並みを忘れずに。忘れずに。服着てこいよ。お互いにか。それはデートするんだ。おお、なるほど。楽しかったね。うん、借り物競争ってうちの小学校の運動会ではやらないんだよね。だから一度やってみたかったんだ。というわけで勝負の結果は24日頃に判明するよ。なるほど。どっちがデートするのかな。ドキドキドキだってもらったビーズとおはじきの数で分かっちゃうけど。さあ、ぼくくんどう思う。何を思うんだぼくくんは。喜んでる。借り物競争が終わったよ。借り物というよりは探し物競争だね。確かに、いろんなところを探して探して頑張って見つけたよ。僕って偉い。確かにそうだよ。本当に。おっとと、谷口さんの部屋に谷口さんいなかったでしょ。洞窟行ったでしょ。あと夜の公演か。今日やるイベントは夜の公演はいいんだけど、でもあれがないな。ホラーな、あれ、ホラー穴ってどうやって行くんだっけ。ホラー穴はこっ、あれ、待って、ホラー穴こっちか、こっちから行くのか。ホラー穴のイベントってあんなもんだっけ。なんかもうちょっとことが起きるような気がした。ちょっともう一回覗きに行ってみるか。とりあえず今日やるべきことは、終わったか。あと昼間谷口さんに話しかけるか、まあもしくは夜でもいいんだけど話しかければいいかなと。あ、夕方だ。夕方やす、吉川お姉さんこっちに、あ、いない。あっちでギター弾いてるのか。じゃあちょっと行ってみよっかな、また洞窟に。そんなだけのイベントだったっけかな。よいしょよいしょ。ちゃっ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 と。あれ、行く方向間違えた。あれ、行く方向間違えたな、完璧に。こっちだよな、間違えちゃった。あ、合ってた合ってた。そう、ここだここだ。合ってた合ってた。まだ中にいるのかな。まだ何、おじけづいてる感じ。男は度胸だぜ。お兄ちゃん、もう何回それ言ってんの。縦穴がね、下が見えないところっていけないよね。危ないよこの子たちも。本当にこんな風になってたんだね。これが地震で崩れて中通れるようになったといった感じですかね。はいはいはい、オッケー。特に何にもなかった。じゃあどうしようかな。あとはじゃあ吉川お姉さんのところまで行ければ行ってみようか。間に合うかな。こっちから行くのが近いかな。こう行って、あー、どうだろう。こう行ってで、こっちだよね。そうそう、こっちこっち。
音が近づいてきた。なんか間に合わないような気がしてきたけど、あでも石鹸とあとなんだっけ、赤ずきんの本見つけられてよかった。あ今日は渚さんいない、あそっか日曜日か。いたいた、おばちゃんはまあいいや、ほっとこう。よしかお姉さん出てくんね、おじちゃん来んな。よし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 。ああ、夕日を見てると小さかった頃のことを思い出すな。なんで？なんで？毎日楽しかったんだ。でも夕方になると、はい今日ももうおしまいってなるのがなんだか悲しかったな。なるほどね。夕方は確かになんか寂しいような感じはする。なんでだろうね、哀愁漂う時間帯だよね、このオレンジ色になっちゃうとかところとか。さて今日やるとこは全部やったよ、おばちゃんか。あとはじゃあ虫キングでグレートオーキングに勝てたのはいいけど、明日から秘密の秘密兵器が出てくる。これも一日でクリアしたいところですね。そうすれば遠くの山に行ける道が開かれるみたいだし楽しみ。ボク君今日の晩御飯は何だと思う？いや違う、マダコ釣ったんですけど、なんでみんなマダコには触れてくれないの？じゃちょっと待って、じゃあ当てるよ。今日の晩ご飯、チラシ寿司にシーフードカレーに、なんだっけ、カレールー、どれカレールー、これ、いや違うか、まあこれは多分魚ですよね、魚。あ、タコがある、タコ、もうボイルしてあるタコですね。タコに魚に、これは椎茸っぽいね。これがよくわかんない、これがよくわかんないのと、これがイカですね。イカに奥の、あこれ人参か何かかな。あ人参、カレーあるか、あでもナスがある、ナスにキャベツ、あと豆腐かな、これはまあ卵があって、いやーわかんない。さあじゃあ選択肢聞いてみるか、もう一回。ボク君今日の晩御飯は何だと思う？何？シーフードからイカそうめん、チラシ寿司。うわでもカレーはないかな。チラシ寿司、あー卵あったもんな。うわでもイカ見えたからイカそうめん、シンプルに。今日の晩御飯楽しみにしててね。シンプルにイカそうめんでファイナルアンサー。さあそろそろ呼ばれるかな。ほっと呼ばれた。おーいみんなご飯よ。あガキどもじゃなくなった。あニコって笑った。お母ちゃん、お母ちゃん、来た来た。お兄ちゃんが穴に落ちちゃった。え、どういうこと？探検するって言ってたけど。それ本当か？落ちて上がれなくなっちゃったんだってば。父ちゃん、ほうで大事件だね、穴に落っこっちゃったんだね。ここのよいしょ、はあ重労働だったぜ。こいつ足を捻挫してやがる。バカタレ、母ちゃんをこんなに心配させて、どんなに痛い思いをして産んだか、どんなにあんたたちのことを大事に思ってるのかわかんないの。お母ちゃん鼻水出てるよやっぱ感動するな、ここのイベントは。光ちゃんの占い当たってたんだ、嫌な予感。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。元気がない元気がないし、もうイカそうめんどころじゃなかったよ。なあたけし、しげる、お前たちが生まれてきた時によ、父ちゃんあんまり可愛いんで神様のとこ行ってお願いしてきたんだぜ。バカでもいいからとにかく健康に育ちますように、そして正直な人間になりますようにって。確か賽銭箱に100円も入れちゃったよ。100円？そうだ、まあ母ちゃんだって気持ちは同じだ。うん、分かったよ。もうあんまり危ないことしないよ。ごめんなさい。僕ちゃん、湿った話になって悪かったな。そんなことはないよ大人だな。そういえばおじちゃん、ボクちゃんが生まれた時も偶然近くにいたんだぜ。え、どういうことまあいずれ話してやるよ。今日はもう海風が寒くなってきちまった。かっこいいなおじちゃん。
おじちゃんなんちょっと男前だな今日は。バラエティ担当じゃなくなってしまったな。さて、夜のイベントは夜の公園に行くっていうことですね。なんかやってもちょっと今のイベントはなんかグッと来ますね。やっぱりこう思う親の気持ちっていうのは大きいんだね。おばちゃん今日はお疲れ様。あれ、おじちゃんがそこにいる。僕くんもお父さんお母さんが心配するようなことやっちゃダメよ。勇敢なのと無茶なことをするのと違うんですからね。わかりましたか。はい、うん、じゃあおばちゃんと約束だよ。なるほどね、勇敢と無茶は違うっていうのは。なるほど。今日の晩ご飯は栄養満点のシーフードカレーとアジの唐揚げでした。じゃーん、ハズレでした。なお冷蔵庫の中には朝ごはんの材料も入ってるのでちょっと注意してね。それもうおばちゃんのさじ加減だからわかんないんだよな。いたいた、おじちゃんが夜珍しく起きてるね。いつも寝ちゃうのに。俺高いところがどうしても嫌いで大工をやめたんだよ。でもさっきたけしを助けに穴に降りてったら必死だったせいか全然平気でやんな。なるほど。ねえ、この家の渡り廊下は高いところにあるけど、あれは平気なの？今まではちょっと怖かったんだけど、さっき通ったらなんともねえんでやんな。へえ、おじちゃんかっこいい。この年でいきなり高所恐怖症が治っても、もう大工の仕事には戻れねえだろうけどな。ああ、なるほどね。嬉しいんだか嬉しくないんだが。たけしを穴から無事救出。みんなで駆けつけ助けたよ。よかったよかった。助かって嬉しかったのに泣いちゃうなんて不思議だな。鼻水も出てたんだ。おばちゃんか。そこは察してやれよ、僕君。おじちゃんの病気が治ったよ。高いところが嫌いだったんだ。高いところが嫌いな病気だと便所も穴も怖かった。どういうこと？あ、ボットン便所だからってことか、この時代は。水洗じゃないの？あ、花火やってた。間違えた。一人で花火っていうのも寂しいね。お？誰か来る？さ、寂しい。寂しい感じ。あれ？いいえ。こっちからだと花火やっちゃうのか。お、よし。さてお風呂に入りますかね。よいしょ。あ、その前に産後室いるかな、谷口さんは。あ、いた。夜はいるんだな。おじちゃん、またお酒飲んでるの？ちょっとな。スルリー坊や、お前はここの家の子か？違うよ、僕はお母さんが赤ちゃんを産むから夏休みだけここにいるんだ。お母さんが臨月か。それは大変だな。うちの母親は去年から病気になってるらしい。大丈夫なの？まあほっといてもすぐに死んでしまうわけではないし、手術したら簡単に治るそうだ、うん、お金はちょっとかかるけど、まあしょうがない。なるほど。うちの母親はもう80を過ぎたけど、おじちゃん、いつまでも健康で長生きしてほしいと思ってるんだ。なんだろう、こう毎日喋りかけてくると谷口さんもちょっと心を開いてきたのかもしれないですね、僕くんに。世間いつ返そう、サイモンに。今度サイモンに話しかけた時でいいか、部屋に行った時で。今はいいかな。そしてサイモン体洗えないじゃん、臭いもんになっちゃう。小学生、あんまり産後室のおじさんのとこに行っちゃダメだよ。え、なんで？なんでもだっけ、どうしてもよだっけ。どうしても。あ、そうそうそう。ちょっと吉川お兄さんは怪しんでますね。子供の頃夜の暗闇が怖かったんだ。うん、僕も。大人になってさすがにそれほど怖くはなくなったけど。あれ、でもいつから怖くなくなったんだろう。いつの間にかかな。子供の頃怖かった。
夜の暗闇。あそこには一体何があったんだろうね。ああ、なるほどね。やっぱでも子供の頃の感覚と大人になったその感覚っていうのは何もかも変わるから、ちょっとふと思い出した時にそう考えちゃうことはありますね。そういえばコメントに、子供の頃ジブリをなんとなく見てたけど大人になってからジブリを見返したらすごい感動したみたいなコメントがありました。それと同じような感じなのかな。キャラのセリフだったり本当に受け取り方がね、やっぱり違いますよね。なんだろう、一周物事回って理解した後と何も知らないで見るのとはやっぱり。じゃああとは夜の公園に行ってみようかな。誰がいるのかな。安子お姉ちゃんがいるみたいな、ひかりちゃんの占いに出てたけど。よいしょ。で、夜の公園に行きますね。いるかな。これはこっち行って一回ブランコに降りるの方が早いかな。ひかりちゃんが寝てるんだよな最近。あれ夜の公園誰もいないじゃん。あれひかりちゃんがそこにいる。ひかりちゃんの嫌な予感が当たってたけしが死にかけたよ。あれ珍しいな。ひかり、ここでお姉ちゃんと陽兄ちゃんを監視してるんだ。なんだそれ。ねえ、明日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。はいはい、明日は誕生日だよ。じゃあ今日は3ね。1、2、3。よし、はい、何が起きるかな。7、2、3。狼じじい来た。次は2番、裏山のホラー穴。またイベントがあるのかな。まあ今日おじちゃんがロープ使ってくれたおかげで下に降りれるようになってるのかな。次は3番。これはもう赤丸じゃないからそんなに重要じゃない。お風呂と。さあ次は6番、最後、昼間の海岸。これ何もないんだよな。ひかりちゃん何がいるのか教えてほしいわ、そこまではっきりわかるなら。いいえと。じゃあまた占ってほしくなったら声をかけてね。はいよ。あれ、ここで監視してるっているのか、この公園に。あ、いた。なるほど、監視って結構近い距離で監視してるんだな。あらあら、もうかなり仲良くなってんじゃん。わあ、それにしてもすっごい星の数ね。天体マニアの娘が何を今さら言っているんだか。何ともびっくりできるんだから羨ましいでしょ。そうだね。じゃあマニアの娘として聞きますけど、あれ、一等星のアンタレスってどこだっけ。ほら、サソリ座の胸のところに大きく輝いてる赤い星だよ。コルスコルビ、確かサソリの心臓とも呼ばれてるんだ。へえ。アンタレスは赤く輝く巨星なんだ。赤いからか。だからいかにも毒を持ったサソリの心臓って感じなんだけど。なるほど。お兄ちゃんかっこいいね。サソリの血って本当は多いんだよね。へえ。ガミラス星人みたい。ウルトラマンだっけ、ガミラス星人って。ちょっと安子お姉ちゃんと陽兄ちゃんいい感じだね。星座の話を聞いたんだ。空にあふれる星たちの不思議な話は面白い。天体マニアの娘ってどこの星のことだっけ。地球のことだろ。よし、じゃああとはおじいちゃんに話聞きますかね。今日はおじいちゃん全然話しかけられなかったな。まあ明日の占いも聞けたし、明日はサクサクと動けそうですね。狼じじい行って、ホラー穴行って、お風呂と昼間の海岸と。明日のひかりちゃんの占いをね、毎回ノートに取ってるんですけども、22回を終えたところでちょうど2ページ目に行きました。あれ、どこだおじいちゃん。あ、寝ちゃった。あー、寝ちゃったか。お疲れ様おじいちゃん。じゃあ今日はここで終わりますかね。これか。もう少しでちょうど11時だ。書きたいことはないみたいと。
やっぱり今回は何もないみたいだっていう日はないみたいですね。ちょこちょこ日記を書く癖が今回の僕くんはあるみたいです。それでは7月22日終わります。あと7回か8回くらいで終わります。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら、この動画の続きが見たい方はこちら、そしてお菓子作りやアウトドアに挑戦している動画チャンネルもありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。